皆さんこんにちは、アンティークコインマニアの渡辺です。今日はですね、今改めて見るアンティークコインシリーズということで、ブレネリことですね、スイスの100フラン金貨についてご紹介できたらなと思います。皆さん、スイスのアンティークコインってご存知ですか？コインといえばね、イギリスっていう方非常に多いんですけれども、まあ我々はね、アンティークコインマニアということで、それ以外のですね、マニアックなところにも深く追求していきたいと思い、本日はですね、このスイスのコインに注目していきたいなと思います。とはいえね、1925年発行なので、まあギリギリ100年いくかいかないかぐらいのコインですが、非常に有名なコインなので、動画見ている方は知っている方が多いかなと思います。スイスといったらですね、射撃祭とか都市警官というコインが有名なんですけれども、今回はブレネリのご紹介です。まあスイスの金貨といえばこれですね。長年愛されて注目されているこのブレネリの金貨です。このブレネリって何っていうとですね、愛称ですね。正確に言うと1925年に発行された100フラン金貨になります。スイスならではですね、このアルプスのデザインと女性の横顔がデザインされた非常に美しいデザインの金貨になっております。発行枚数が非常に少ないので、オークションでは常に入手が難しい、注目されるコインとなっております。そんなスイスを代表する1枚をですね、早速掘り下げていこうかなと思いますが、ブレネリはですね、まあ、スイスでよく使われている女性の名前だそうです。歌ですね。おブレネリアナーラッタ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 ンって、この歌、まあ、スイスの民謡なんですけれども、頭ですね、これおブレネリって言ってたんですね。僕も最近知りましたが、おブレネリッタッタララっていう、このおブレネリっていうところがスイスのまあ典型的な女性の名前ということですね。明るくて気立てのよく美しい理想的な女性というこの象徴とされております。でね、あとね、ラテン語で、まあ、勝利とか真実っていう意味を持つ言葉でもあるそうです。でこのね、コイン表面に刻まれている文字ですね、このヘルベティアっていう名前ですね、これはかつてのこのスイスの名称であって、かつこのスイスを擬人化した女神の名前でもあります。国を擬人化する女神みたいなのは結構ヨーロッパにありますよね。イギリスだったらブリタニアだったり、日本だとヤマトナデシコになるんですかね、ちょっと分かんないですけれども、あんま国を擬人化すると日本っていうとなんかあんまピンとこないですけれども、そういったヨーロッパの文化ですね、よく現れている部分かなと思います。1897年から1936年にかけて流通したこのデザインなんですけれども、10フラン、20フラン、100フランっていう金貨があるんですが、まあ、100フランは最初申しました通り1925年この1年だけ単年発行になっております。でちなみにね、発行枚数は5000枚なんですけれども、そのうち1200枚はすでに溶解された、要は溶かされたってことですね、っていう記録がありまして、現存はたった3800枚しかないよということです。国内ではね、たまにオークションに出てくるかなというところです。で特にハイグレード品っていうのはめっきり見なくなってきたかなというところですね。ブレネリの金貨の魅力っていうのは、いつも見てるスイスコインとはまあ一味違ったデザインなんですよね。スイスで有名なコイン、例えばバーゼルの都市景観ですね、バーゼルの街並みと裏側ですね、このバシリスク、ドラゴンみたいな、ワシみたいな、バーゼルのね象徴なんですけども、こういうねシティビューっていうものが非常に代表的ですね。こう遠近法を駆使したスイスの街並みと芸術品を思わせるようなこの装飾のデザインがたくさんありますが、この100フランというのはですね、この女性の顔が大きく出てきているっていうのは、そもそもスイスで人物がこれだけ大きく刻まれているコインって他にないんじゃないかなと思います。あとは今でもね、観光資源として非常に大事で、ヨーロッパの真ん中にあるこのアルプス山脈っていうものが描かれていると。だからね、この非常に牧歌的な雰囲気で、今でいう僕らのこのアルプスの少女ハイジみたいな、このスイスのイメージそのままというコインで、世界中から人気があるコインになっております。結構ねスイスのコインとしては異質ですね。であとはこの時代の大きい金貨ですね、意外に少なくて、オーストリアの、まあ、通称雲上の女神と言われる100コロナだったり、このブレネリ100フランだったりっていうものが挙げられます。まあこれぐらいしかあんまないんじゃないかな、その20世紀の前半で大きいヨーロッパの金貨っていうものはですね。デザイナーは数々のメダルのデザインを行ってきた彫刻家フリッツ・ユリス・ランドリーさんという方です。伝統的でスイス的な手法とモダンなですね肖像が融合した美しい作品となっております。スイスの今までの伝統っていうところから、かなりモダンな作風に書き換わった記念的なコインでもあります。この時代背景っていうのをね、次見ていきましょう。このブレネリ金貨が誕生した時ですね、1925年ですね、どんな年だったのかっていうところですね。スイスもともとね、フランス、イタリア、ドイツ、オーストリアに囲まれた、まあ皆さんご存知の通り、ちっちゃくて山の中にある小さな国ですね。古代からね、常に交通の要所でもあるし、要害でもありますよね。まあここを抑えることによって相手に有利な立場に立てるということで、常にですね、他国からの侵略を恐れながら、そういった中で欧州のパワーバランスっていうところ
ところに非常に配慮しながら独立を勝ち取ってきた国というふうになっております。なのでスイスは永世中立国ということで非常に有名ですよね。実は NATO にも入っていないし、まあ永世中立国っていうと非常に平和なイメージありますが、実はものすごい軍事国家で、国民は全員銃ですね、ライフルの撃ち方とか軍事研修を受けると、自分の国を守るためにというような伝統ですね。中立、どこの国の味方もしないけれども、その代わりどこの国からの支援も受けられないので、自分たちの国は自分で守るというような、まあ非常に独立自尊的な雰囲気のある国になっております。でこのね、スイスがもともとはね、バーゼルだったりベルンだったりチューリヒだったり、非常にね都市国家ごとにあったんですけれども、この都市国家が連携してスイス連邦として国になって独立したっていうのが1848年ということで、まあ日本の明治維新のちょっと前くらいですね。なので独立国としての歩みというのは意外にそれほど長い国ではないなという感じですね。この1925年はですね、第一次世界大戦が終わって束の間の安定期と言われているところです。後々振り返ってみると、その後第二次世界大戦が始まってしまうので、それほど安定したのかなっていう感じはありますけれどもね、まあ戦争がないんですけれども、絶えず外交関係で緊張の状態にはあったということです。流通用のコインではあるんですけれども、中立とかね、独立を誇る誇り高きスイスと戦争のないね、平和な世界をっていうこの願いを込めて、まあ、発行された1年だけ発行したコインと言えるのかもしれません。次気になるのはやっぱね、価格だと思います。アンティークコインは年代とか素材とかグレードによって全然価格が変わるんですけれども、このブレネリーに関してはどうなのかっていうお話をちょっとしていけたらなと思います。まずね、 NGC の MS65 は2021年約300万円、 25,200ドルで落札。 MS66 ですね、これよりちょっと上が2021年1月に28,800ドル、約350万円で落札。であとはね、もう一個 SP64 っていうですね、スペシメンっていう、これ支柱化ですね。これちょっと説明見たら、ビジネスストライクということで、2017年1月9日に58,750ドル、約700万円という価格で落札されておりますので、やっぱね、このグレードによってかなり価格が変わってくるよね。当然グレードが高いものは手に入れるのが難しいし、コストもかかってくるよということです。このね、市中価、ね、SP のコイン手に入れるんだったら800万とか900万っていうのは、今2017年で5万8000ドルなので、まあ今だったら6万7万8万ドルいっても全然不思議ではないなというような気がします。コイン初めて買うっていうんだったら、数十万のコインをコツコツ買っていくっていうのももちろんありなんですけれども、こういうね、ネームバリューのあるレアなコインっていうのをドカンと買うっていうのは結構戦略としてはおすすめしております。相談したいっていうことがあれば、ぜひご連絡いただけたらなと思います。アンティークコインの価値を決める3つの条件ですね、これ覚えてますか？1つは希少性、1つはグレード、もう1つは人気ですね、まあ、デザインの美しさだったり、そのコインが持ってるストーリーですね。この3つ完全に揃えているのが、このスイスの100フラン金貨ブレネリになっております。今現在うちには在庫ないんですけれども、ちょくちょく入ってきたりしておりますので、気になっている方ご連絡いただけたら、ぜひ世界中から探してまいりますので、何卒よろしくお願いいたしますということで、 LINE の登録お待ちしておりますっていうのと、動画気に入っていただけたら、チャンネル登録といいねもしてもらえるととても励みになりますので、何卒よろしくお願いいたします。じゃあバイバーイ。